てか、佐々木大丈夫かな？佐々木めっちゃ緊張してたよな、昨日。普通に心配やったんやが。なんか楽しめてればええねんけど。うん。なんかプレッシャーすごいと思うねんな。大丈夫かな？緊張してる？佐々木声がめちゃめちゃ低い。大丈夫かな？普通に心配なんやが。ねえ、なんだ、思い入れてなかったらいいなとは思うけど、過ごし、なんていうの、なんていうの、思い過ごし？してなければいいんだけどね、楽しんでますかね。うん。思い詰めるそう。うん。重いのはひまちゃん。はい、許さん！罰金！許さんからそれ、は、もう試合前にひまちゃんの重いって言ったら、はい、許さん。許さんセンチメートル。マジで許さんよ、試合前に重いは。根に持つよ。まあ、なんか重くねえよとか、この綿菓子食べながら言うのちょっと恥ずくない？まあ、勝っても負けても楽しみ、みんな楽しめればいいんだがね。みんな一緒に頑張ろう。おう。重いと弾かれにくいから、確かに、得かもね。誰が重量級やねん。重量級じゃねえよ。55キロだよ。重量級だろ。70キロ行ってから言えよ。パトツンテン乗るから。特製熱い脂肪やめろ。天然じゃい！天然じゃいっていうのも嫌やな、自分で言うの。